藤瀬正次郎から1927年1月7日は、日本の実業家。三井物産株式会社取締役、東洋面課株式会社代表取締役社長。長崎県出身、東京商法講習所卒業。三井物産株式会社に入社し、香港支店を経て、上海支店長、面課部長を歴任し、 取締役に就任。東洋面課株式会社の設立に関与。代表取締役社長に就任する。政財界に幅広い人脈を持ち、東和道文書院教授で、南満州鉄道社員の山田純三郎を通じて、孫文の侵害革命を支援したり、犬飼武氏三戸部稲蔵らと共に、南洋協会の設立発起人、渋沢栄一。 中島熊吉らと共に、日米電信株式会社創立委員なども務めた、晩年は、財団法人滝の川学園の理事も務め、同学園創立者の石井良一の事業を助けた。石井とは、筑波の友の間柄であり、富士瀬の正居の方に接し、石井は、手足をもぎ取られたようだと落胆したと伝わる。夫人の秀子は、歌人として知られる一方、 夫と同様、社会福祉への理解が深く、財団法人阿蘇会の理事なども務めた。秀子が、夫の死後に晩年を過ごすために建設した神奈川県、逗子市の別荘は、後に、脇村義太郎の自宅となり、現在も、ろ化記念公園に、旧脇村邸として現存している。子に、藤瀬慎一郎、藤瀬英二郎、藤瀬清藤瀬五郎、藤瀬六郎。 ありがとうございます。